どうも、ちくしな好きです。最近若忙しくて全く動画を撮ってないので、この僕の長い髪の毛をこれで切ってもらいたいと思います。行ってきます。で、行きます。若若、髪の毛切ってくんない？料理用のハサミだ、これ。はい、これで切るの？はい、買った。これできんの？うん。これ料理用のハサミだ、あなた。知らないです。台所になったやつやろ。はい、多分できる。はい、切りましょう。知らんの？ちゃんと真面目にね。あ、ギャグなしで。はい、まあ元美容師やからね。うん、役者やん。違うんですよ、俺のおばあちゃんもお母さんも妹もみんな美容師なんですよ。はい、ってことは俺も美容師です。はい、まあちょっと1年間ぐらいかじってたんで、いいっすよ。はい、普通今、はい、オッケー。ライター知らん？知らないです。あのお香炊きたいんだよ。ライター知らん？知らないです。レッツゴー。はい、はい、やっぱり、はい、お願いします。はい、お願いします。声がだらけですね。いや、もう本当に髪ぬらしてほしかった。ちょっと髪ぬらしてほしかった。ちょっと髪ぬらしてほしかった。すっごいですね。はい、はい、今日も来たんだね。はい、あ、リリカだけ先にいいですか？リーケー、はい、先入れる？どう思ってんのかな。ここだけ近いの？Some things don't change.
いや、そういうのいいっすね、とか。いいっすね。はい。どう？めっちゃいいっすね。金賞結果は？まあ、普通だね。まあ、こいつがキャビアに髪切らせたら美容師より上手ってことが分かりましたね。俺にできない方がないね。はい。ってことで、じゃあ、今度からお客さん。横見て。後ろ見て。横見て、後ろ、後ろ、後ろ。はい。あ、一人じゃない、見て。はい。ってことで、お客さん。横目いい感じやねんね。うん。今度からお客さんのやつも鍛えたらいいんじゃないですか。なんで？お客さんのやつも、髪の毛。切らないよ。いい感じやん、ほら。めっちゃ早いしね。勢い。すきバサミもないし、料理用のハサミやしな。はい。切りづらいねん。ってことで、じゃあ今度は。スキバサミで買ってきます。君の髪の毛誰に切ってもらったの最初？覚えてないですそれくらい言ってない。こいつね、ここから刈り上げてね、後ろ向いて、ここまで刈り上げてるのよ、ここから。で、なぜか知らんけどここまで下がってるの、刈り上げが。で、こっからこう上に上がってね、上がってね、ここ刈り上げて、ここまで、ここまで刈り上げてるのよ。で、このままこっちもここまで刈り上げて手みたいな、すごい刈り上げ方をしてらっしゃったの、はい、すごい難しかったの、後ろ揃えるの。よりバサミやし、はい、次から普通のハサミ持った方がいいね。はい、いいじゃん。絶対お前あの長い汚い髪の毛よりこっちの方がいいよ。はい、短髪にします、うん、この角度いいわ、うん、男前やこれ、ほら、はい、などっからでも男前なんでね俺まだハサミ持ってるからお前パッツにできるよ全部、うん、やめて絶対だ。俺もね、切りたいんけどね、ちょっと切れないですよ。はい、6月の誕生日公演があるんで、それまで伸ばさないといけない。はい、どうでした？じゃあよかったです。正直ちょっと俺ふざけると思ったよ。めっちゃ怖かった。絶対前髪パッツンされると思った正直ちょっと思ったよ。ちょっとやったら面白いかなって。いやだいやだ、まあ、次じゃん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いつでもおいでまあね、セットもね、髪切るのもできるんで、まあこれだけ言っとくぜ、俺に不可能はない。いけなくだーす。 OK はい、いいじゃん。はい。